待ってても雨が止まないんで強行突破で行きたいと思います。もう3時半になっちゃったんで、黙っててもいつ山か分かんないし、行ってみたいと思います。もう5時には暗くなっちゃうんで1時間半ぐらいしか出ていないんですけど、残りやってみます。で車で待機してる間に仕掛けを作り直しました。レベルライン 4.5m ですね。 4.5m 毛針をちょっと昨日作った銅がゴールドで逆さ毛針ですね。これでやってみたいと思います。とりあえず重り出して、キランとなりましたよ。
ると来ます。やっぱりもう結構引きますね。そうでもねえか。ニジマスちゃんです。お、まあまあですね。釣れました。これです。高酒針。もう来ないかな、さすがに。あ、引っかかりました。飛びすぎて、あー、場所が潰れる。暗くなってきましたね。そろそろ終わりだと思います。で、ここに溜まってる魚をちょっと釣ってみたいと思います。この前より水が減ってますね。今日はガン玉があるんで沈めて、どんなもんか。日に日に水が減ってますね。寝掛かりだ。あ、来た。寝掛かりたかった。魚です。ニジマスですね。最後まで結局雨も風も止まなかったですね。逆光であんまり見えないですね。ラインから毛針から。来ました。
構食ってますね。取れました。よいしょ、はい。ここはなんか場所は狭いんですけど、魚が溜まっているっぽくて、結構いますね。雨が降ってきたんで、もう毛針の着水の位置さえ分かんないですね。来ました、入れ食いです。3匹目。これ太いですね、なかなか。入れ食いになってきました。そこに沈めて、誘うと来ますね。もう暗いです。そろそろ終わりです。どこに飛んでるかが分かんないです。終了です。今日は最初はあったかくていいかなと思ったんですけど、雨が降ってきて気温が下がって、思ったより釣れなかったですね。残念ですね。風は止まないし、雨は止まないし、でもやっぱり寒い時期は重りをつけて沈めた方が釣れるというのが判明しました。やっぱり春先は、重りをつけて沈めて釣っていきたいと思います。でガン玉を使うと、キャスティングが難しいのと、ラインが長くすると
扱いづらいのと、いろいろ問題が出てくるんですけど、まあそれはテクニックを磨いてなんとかしたいと思います。はい、お疲れさんでした。帰りましょう。